マックス・アイティンゴン。マックス・アイティンゴンは、ロシア出身の精神科医、精神分析学者。ユダヤ人として、ベラルーシのモギレフに生まれる。父ハイム・アイティンゴンは敬虔な、ユダヤ教徒かつシオニストで、毛皮商人として成功し、ニューヨークやパリ、ロンドン、ウージ、ストックホルムに事業を展開していた。1893年、父の事業の本拠地がライプツィヒに移転したため、一家でドイツに移住。ギムナジウムを中退後、聴講生としてライプツィヒ大学やハレ大学に学んだ後、1902年にハイデルベルク大学へ入り、医学を学ぶ。1904年から1905年にかけて、チューリヒに医学留学。1906年から1908年にかけて、ブルクヘルツリ精神病院で助手を務める。シオイゲン・ブロイラーの影響で、ジークムント・フロイトの学説に傾倒するようになり、ブロイラーとユングの創設による精神分析学サークルに参加。1907年初頭にフロイトと初めて面会を果たし、ウィーンにおけるPsychologische Mittwoch-Gesellschaftの会員となった。学位取得後、1909年にベルリンへ移り、ヘルマン・オッペンハイムの委員で神経学の訓練を積む。同年に彼がフロイトから受けた訓練分析は、後にアーネスト・ジョーンズから精神分析学史上最初の訓練分析と呼ばれた。この分析は彼とフロイトがウィーンの街を夕方散歩する間に行われ、5週間から6週間続いた。1911年に精神分析医として開業。この時期からベルリンの精神分析家協会で顔役の一人と認められるようになる。しかし早々期の精神分析学に対する彼の功績は学問的な性質のものではなく、むしろ組織運営者として貢献した面が大きかった。また、フロイトの学説に対する忠誠ぶりは門人の中でも群を抜いていたと言われる。ユングが国際精神分析家協会を脱退してから、アイティンゴンは同協会の秘書の役割を引き継いだ。1920年、ベルリンにて、カール・アーブラハムと共に、世界初の精神分析総合委員を設立。これによって、1918年に、フロイトが IPA ブダペシュト会議の席で示した晩人に開かれた精神分析学という理念を現実のものとした。1920年に国際精神分析学出版社が設立されてからは顧問として同社に参加。後には経営面に携わり、私財で同社を援助したこともあったが、1932年に同社が倒産の危機に瀕したため、手を引くことを余儀なくされた。この間、1924年夏には、フロイトと決裂したオットー・ランクの後任として、シャーンドル・ラドーやシャーンドル・フェレンツと共に、インターナッシュノリン・ツァイト・シュリフト・フィア・サイコアナリスの編集者に任命された。1925年にアーブラハムが創成してからは、IPA 及びベルリン精神分析家協会の指導者となった。このほか、後進分析家たちの育成を志して国際訓練委員会を設立したのもアイティンゴンの業績である。彼は IPA 内部においてベルリン派の派遣を確立せんと意図していたが、この企てはニューヨーク精神分析家協会からの猛反発を受けて頓挫のやむなきに至った。そんな中、大恐慌の煽りを受けてアイティンゴンの家業が傾いたため、精神分析学運動に対して従来のように出資を続けることは不可能になり、そのために運動内部での彼の影響力は薄れていった。国際精神分析学出版社がフロイトの息子マルティーンの指導下に入り、精神分析学国際雑誌の編集部がベルリンからウィーンに移されたのはその象徴である。IPA 理事長の地位を去らなければならなかったアイティンゴンは、ITC とベルリン協会での議長の椅子をかろうじて守り抜いたが、やがてナチが台頭すると、それらも手放すほかなくなった。1933年にドイツを去ってエルサレムに移住した後は、パレスチナ精神分析家協会を設立した。1938年夏にパリを訪れた際、重篤な心臓発作を起こし、これ以後健康を回復することができなかった。彼はエルサレムで死去した時、62歳だった。ありがとうございます。